ってみますと。まず最初はこれ一次関数 y イコールマイナス 2x プラス 3x がマイナス3から4なので x マイナス3入れるとマイナス2かけるマイナス3プラス6足す3は、はい、4入れると c2 がマイナス8足す3は5。やったブブー、これは、はい、気をつけて、傾きがマイナスの時は右に行けば行くほど x が大きくなるほど y は下がるので、ズズン、必ずこっちがこっち、こっちがこっちで入れてください。よっしゃ、要チェックやで。はい、次二次関数マイナス3から1、マイナス3の時は今度は気をつけてね、サザンが9、9の方がでっかいぞ、ちっちゃくてでっかいぞ、これで OK、 ブブー、だったら書いといてね、この形をちょっと書いといて、そうすると離れている方は、はい、つまりマイナス3の時のマイナス3の時が9っていうのは上がってこっからここまでなので、こういう場合は必ずここが一番小さくなるわけだから、ここを必ず0にしてください。つまりマイナス3から1みたいに0を挟んでるというね、マイナスとプラスみたいな、こういう時は必ずどっちかが0になる。この場合はこうで一辺谷底落ちてまた上がってきて、ちょっとだから遠くの方がマイナス3の時の y の値の方が使うけど、1の時のこの1の1はこれは使わないので、必ずここは一旦下がってる0になると。同じようにっていうか、今度はプラスだからこういうグラフだけど、今度はマイナス2の時マイナス2からマイナス1、今度2人が4人が8と、これは書くのをね、こっちが下でこっちが上だけ気をつければ、これね、これは0は挟まない、つまりこれは両方マイナスだから、両方マイナスとか両方プラスだったらこれは0は挟まなくていいと。あるいは0から何とかね、そういう時はまあ下が0とか上が0になる。はい、今度はこれね、両方マイナスじゃないよ、マイナスとプラスで、今度は形がこの形になる。はい、ってことは今度はマイナス2と3だから、はい、今度は山形でてっぺんが0と、そして離れてる3の時のサザン学ね、草27和をマイナス27、マイナス27ね、これは2人が4だから資産マイナス12のところは使わない、マイナス12のとこから上がって下がってマイナス27が一番下なので、てっぺんは0でここは使わないとね、要チェックですよ。